ろしくお願いします。お願いします。髪って最近短くされたんですか？前もっと長かったような。そうなんです、はい、あの1ヶ月ぐらい前にあのそのミステリーの2人っていうドラマを終えて、はい、ちょっとあの気分転換で、あ、気分転換で来たんですか？はい、お仕事じゃなくて。なるほど。すいません、気分転換。なるほど。マシマさんと結構なんか秋っぽいんですか？秋っぽいです。へぇ、すぐ変えたくなっちゃったね。ちなみに、すいません、今26歳。はい、あの2ヶ月後に。あ、今25歳。はい、5です。あ、大人びてますね、やっぱりね。25歳にしては。はい、私はそういうふうには思ってない。なんかニュースキャスターですって言っても、あ、そうですかって感じだよね。そうです。はい、いけると思います。映画とかドラマとか順調ですもんね。順調なんですかね。まあ順調じゃないですかね。なんだろう、怖さが出てきてるのはあります。その怖さが出てきてる、うん、もともと洋服が大好きだったので小さい頃から、うん、なのでまあ、パンツならパンツ、スカートならスカート、どう見せたら綺麗に見えるかっていうのは本当に、あとはそのバレエの仕草っていうのがものすごいこんなにも役に立つんだっていうぐらい役に立ったので、そのあ、できないどうしようみたいな、明日の撮影どうしようとか、そういうのはなかったんですよ、13年間。なのでそれをまあ女優業の方ではやった花から感じたので、あ、思ってたより難しいってこう素直に、うん、お兄弟っていらっしゃるんですか？兄がいます。あ、5歳、はい、なんかすごく今お話を聞いてと思ったのが、はい、すごく男性的そう考え方ってチャレンジをするっていうか、今目の前にある幸せの方が幸せじゃないですかね。だって役によって映画の主役ですって言われても、うん、嫌われマツコの一生みたいな、嫌われ役やるのかよみたいな。そうですよね。抵抗ないんですか？いや、そこに関してはあんまり抵抗はなかった。だって今からもしかしたらすっぴんの役、すっぴんは大丈夫。大丈夫、はい、で、ボロボロは、ボロボロは大丈夫です。大丈夫。本当ですか？あと、これは正直な気持ちなんですけど、周りの期待にも応えたいって思っちゃうんですよね。なので、まあ、何か超えなきゃいけない壁というか柵があるのは今実感してるので、続けていく以上は、うん、でもそういうのでもすごく、素晴らしい、うん、多分、どんどん悩まれてって、うん、こういう悩むことがなかったので、うん、はい、今それが大事なのかなって、この20代後半、30に向けての今この悩みが自分にとって必要なんじゃないかなと思って。すごい前向きですか？はい、一応あのいつでも前向きな真面目で前向きで、はい、はい、うん、面白い、ちょっと楽しみですね。いや、楽しい、いや、本当に楽しみです。はい、今日は、女優に転身中、今までモデル活動をしていたんですけれども、去年、にですね、事務所を変わられて、女優業に転身中の松嶋花さんをお迎えをしてお話を聞かせていただきました。で、お話を聞いて思ったことはですね、すごくあのピュアにですね、お仕事のことを考えられてて、演技にも生かされている、彼女のモデルから、まあ、女優業に移ってテレビドラマですとか映像を見させていただいたんですが、とてもすごく自然な演技をされる、これからますます注目をしていきたいというふうに思いました。